すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、東京の鶏醤油ラーメン、いわゆるネオクラシック系と言われる今をときめくラーメンを代表するお店はこちらです。ドン。東京メトロ日比谷線三ノ輪駅から徒歩2分くらいのところにありますラーメン屋トイボックスさんにお邪魔してます。こちらトイボックスさんは僕も個人的に2年ぶりの訪問となりまして、今回食べるのを非常に楽しみにしてきました。しかも今回は素敵な女性ゲストの方を交えて一緒にすすっていきましょうということで、こちらの方と一緒にすっていきます。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三島夏子です。はい、三島夏子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。三島さん、三島チャンネルって YouTube のチャンネルもやられてて、はい、そうなんです。さらに現役の、はい、セクシー女優です。ありがとうございます。ありがとうございます。本当なんかご連絡いただいて、そうなんです、嬉しいです。熱烈オファーをさせていただきます。本当に申し訳ないですけど、普段結構ラーメンとか食べるんですか？いや、本当に1ヶ月に1、2回食べるぐらいなんですけど、でも大好きで、はい、でもやっぱりその体型の維持とかあったりするんで、の1回に込めたラーメンを美味しいって思いながらいつも食べてます。全身全霊込めていっぱいのラーメンを食べてね、本日三島さんと、はい、全身全霊を込めた一杯のラーメン、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン屋トイボックスさん、出勤者です。今回は特製塩ラーメンをプッシュ、そして三島さんは味玉醤油ラーメンをプッシュしました。店内に入りまして、注文もしました。はい、ラーメン待ってる間にお話できたなと思うんですけど、はい、他の YouTuber さんとのコラボって、うん、ないですか？まだ全然なくて、でもついこの間、はい、ボーイくんって来てたクマクッキングさんってご存知ですか？はい、ここに広告を載せている、はい、同じく、はいはいはい、お願いして、はい、三島の動画を載せていただいたんです。すごい、はい、はい、それが、まあ、コラボといったらコラボみたいな、直接は出てないけど、けどそうなんです、動画を出してもらって、動画を出してもらって、でもこうやってちゃんと対面でコラボするのは初めてです。よかったです、はい、ありがとうございます、はい、でこれちょっとお聞きしていいのかなと思うんですけど、普段こう、はい、仲のいい、うん、セクシー女優さんっていらっしゃるんですか？何人かいて、はい、でも何人かいないんですか？梅崎ピアノさん、お名前聞いたことあります。本当ですか？はい、すごいプライベートも仲良くて、他人のアリサちゃんとかしてますか？あ、なんか名前見たことありますね。その子も大きくて、まあまあ、おー、すいません、はいはい、まあ、特に仲良いさんの2人、どういうところに遊びに行くんですか？でもやっぱりランチ行ったりとか、ご飯食べたりとか、うん、飲んだりとか、あとお家でホームパーしたりとか、ホームパーでもやるんですたまに、普段ってこういう飲み屋さんとか行くときに、はい、ま、私たちも業界の話とかするじゃないですか、うん、それがなんか日常会話みたいになっちゃってるんで、なんか他の人から聞かれるとあっと思うのをなんか普段お店で話しちゃうからちょっと気をつけなきゃねみたいな声を抑えめにして、確かに確かに、実は今すするさんが撮ってくださったカメラあるじゃないですか、はい、こういうのも使って撮影してます、実際。そうなん、現場で。こんなでかいのじゃないんですか？でかいのはそのまれですね、あんまりないですね。結構こんなハンディサイズ。そうなんですよ、こんなハンディカメで割と撮ってることって。へー、なんかほんといろいろテンション上がりながら待ってた。こちらがトイボックスさんの特製塩ラーメンです。とわーい、黄金に輝くスープはすでにすするの胃袋をわしづかみにし、意識は一気に食欲の方へ。俺やっぱりラーメンが好きですってことでいただきます。さあ、まずは三島さんから。あ、おいしい。お、マジっすか？めちゃくちゃ美味しいんですけど、え、すごい、スープからしてめちゃくちゃ美味しいですね。あ、マジですか？やばい。というわけで、すするもスープ、にょはーん。鶏と魚介の出汁感もありつつ、塩だれもきっちり効いていて、丸みを帯びつつ深みもある超美味しいスープ。出勤。おぉ、シンプルに。ナイスケル。よかったよかった。おぉ、うん、ではお次に麺ともご対面して、はい、すするー、マモン。つるつるとすすれる気持ちよさがありつつ、スープの辛みはじゅるんとしていて美味しい辛み。塩と醤油で使用している麺が違っていて、お店のこだわりが伺えます。さあ、今度は大きなチャーシューを2人でパクリ。やわらかい。
濃厚風だ、美味しい、すごい噛むたびになんか出てきます、肉汁というか、美味しい、麺、スープ、トッピング、すべてがハイクオリティで、隣には三島夏子さん、こんなにも最高な瞬間を迎えられる年度末ってありますか？てな感じで、鶏チャーシューはハーブの香りと程よい塩気がめちゃめちゃナイス。そして味玉が大好きだという三島さんの感想を聞いてみましょう。すごいしっかり味がついてますね。あ、美味しそうでしたね。超いい具合な半熟加減で、うん、いいですね、美味しい。そんなこんなで特製にはワンタンも入っていて、薄皮ジューシーな、これまた美味しいやつ。キリッとしつつ深みのあるスープもまとって最高です。ではすするも最後に三島さん絶賛の味玉をパクリと食らって、しっかりとスープも完飲したら本日も完食です。大変美味しくすすれました。火の打ち所が一切ないパーフェクトな一杯でした。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやラーメン屋トイボックスさんに行ってきたんですけども、はいはい、美味しかったですね。いや美味しかったですね、はい、やっぱり食べログ 3.9 はこういう味なんだって感じでした、うん、ああ、こう多分 3.9 の中でもすげえレベル高いというか、うん、本当ハイクオリティなラーメンをいただけるお店だと思うんですよ。そんなに高評価のラーメン屋さんが初めてです。そういえば、あ、本当ですか。そうなんです、納得だなって感じ。こんな人気出るのもやっぱりそうなんだなっていう味でした。あ、よかったです。はい、三島さんは醤油で、僕は塩を食べたんですよ。はい、塩の方も深みがなんかすごいあるなっていうのは思いますね、うん、本当にめちゃくちゃ美味しそうでしたもん。あ、本当ですか。隣で見てても一気に食べちゃって、途中から無言になるみたいな感じで無言にすするみたいな美味しいってなんか無言になっちゃう、ね、いや本当に分かります。本当楽しんでいただいて本当によかった。いやすごい、本当にありがとうございます。こちらこそ、本当すごい楽しかったです。めっちゃ楽しかった。よかったです、はい、今回の三島さんの三島チャンネルの方でも一緒にラーメンをまあ作っていただいて、僕がすするっていう動画を撮らせてもらったので、ぜひそちらも概要欄に貼っとくんで、はい、そちらもご確認くださいということで、本日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン屋トイボックスさん、昼トイボ夜三島屋、こら